ロート製薬公式 YouTuber の根橋心です。弟のオトです。オト、この時期の一大イベントといえばハロウィン。イエス、ハロウィン、トリコアトリゾー。おお、なんか今日テンション高い。ということで今日の企画はロート社員に聞きました、ハロウィンコスプレ人気ベスト3in 2019。横から失礼します。弟のオトです。さあ今日は実はドッキリ企画です。姉ちゃんがハロウィンにちなんでゆるい企画やろうとしてるので、ここは弟の僕が一肌脱がねばということで、普段真面目な弟がだんだんパリピになっていくドッキリ、イエーイ、ポンポン。ということで姉ちゃんがいつ僕の異変に気づくのかという検証企画をやろうと思ってる今日この頃の俺だ。それでは引き続き動画をお楽しみください。 Here we go! ポンポン。今回は実際にロート社員の皆さんにアンケートに答えてもらって、2019年のハロウィンはどのコスプレが人気なのか調査しました。おお、ちゃんとリサーチしたってことだね。もちろん公式ですからね。で、それなんか息が上がった。配分を考えてね。ごめん。はい、で切り替えて、音はどのコスプレが1位だと思いますか？やっぱりでも魔女とか。いやー硬いよね魔女はね。あとゾンビとかね。ゾンビはどうなの？え、じゃああと、マンジとか、マンジとか。え、マンジ？マンジ？マンジとは？え、だって流行ってるでしょ？マジマンジみたいな。お、コスプレするんだよ。ヒエみたいな。え、マンジのコスプレするの？いそうじゃない？なんか。じゃあ音やってね。え？もし、あ、わかった。このトップ3に入らなかったら、マンジがね、音がマンジのコスプレするっていうこと、いいんじゃないでしょうかね。楽しそうだね。嫌ですけど。はい、ということで、まずね、行ってみましょう。2019年の人気コスプレランキング。イエイ！イエイ！はい、もうなんかおかしいねテンション。え、おかしいねあなた。 え大丈夫？大丈夫だよ。じゃあまず第3位発表しようね。え、3位の予想は何でした？3位の予想？はい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 、ゾンビゾンビゾンビ。おい、なんだよ。正解です。ウェーイ、ポーン、ポーポーポーン。いや、やだこんな音。そう、ゾンビでした。理由としてはなんだけど、ハロウィンの代名詞だからっていうのと、海外ドラマにハマっているっていう、そういう理由が挙げられています。なるほどね。そうなんですよ。いや、予想的中ですよ。ファイルスイート上がりけり。どうしたの？いや、どうしたのじゃないの。私、その音初めて見たんだけど、ちょっと戸惑う。ほらほら、どんどん行こうよ。予想的中ですね。はあ、はい、じゃあ続いて第2位の発表をしましょう。え、行っちゃいましょう。トライ、行っちゃいましょう。トライ。待って、このテンション無理。第2位は、はい、じゃか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 じゃん、悪魔です。悪魔、悪魔、デビル。デビル、いや、悪魔ですよ。じゃあ理由を聞いていいですか？理由はね、まあ角が可愛いからっていうのと、ハロウィンの機会じゃないと絶対着れない大胆のコス、大胆なコスチュームだからっていう、そういった理由が挙がっています。うんうん、なるほど。おっと、これはちょっと予想しなかったんじゃない？いや、これはしょうがない。予想してなかった、浮かばなかったは仕方ない。ね、とプールパシャパシャ、仕方ないとプールパシャパシャ。待って、わかんない、待って、わかんない、待って、そのテンションわかんない。え、パリピだったの？よっ、いつも通りですよ。あ、いつも通りですかね。まあ、じゃあこのままサクサクと第1位に行ってみましょうかね。行きましょう、行きましょう。音が予想したのはマンジと何？マンジは予想してない。いや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 、魔女、魔女。いや、予想したよ、ヒエ。おう、やめろ、そういうのやめろ、ヒエ。第1位はジャカジャカジャカジャジャン、ナース服です。ナース服、そっちか。そっちとは何？そっちって。これは分からなかったわ。ちょい待ち、ちょい待ち。え、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャン魔女ある。え、じゃあ魔女、え、魔女、魔女、ま、え、なって、ごめん。え、聞いてなかった。まだワンチャンあるんじゃないですかこれ。え、何がですか？魔女入ってるんじゃないですか？いやいやいや、言いましたね。隠れ1位的な。いやいや違う、そんな隠れ1位なんて存在しますよ、ヒエ。イエ、よ、チェケラチョウ。
入ってないんすか。今日は盛り上がっていくぜよよ。チゲラッチョ第1話ナース服でした。その理由はじゃ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 ん、他の晴れない賞に比べたら手を出しやすいっていう意見と、製薬会社としてね一番身近なコスチュームである。なるほど。あとまあロート社員ならではの理由になるんですけれども、メンソレータムのシンボルキャラクターがですねリトルナースキャラクターなので、リトルナースちゃんなので非常に親しみがあるっていう点も上がっております。あーなるほど。あー残念。はい、おとくん、これでマンジのコスプレが決定しました。いや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 、楽しみにしててね。おい、なんだよなんだよなんだよ、ここにマンジ、いやいやそれはマジで草だわ。いや草通り越してもう花花咲き乱れて夢夢その果てにもシャカポンポンシャカポンポン。草じゃない、今日の草。それじゃあ皆さん、今年もハロウィンコスプレ挑戦してみましょう。私もこう挑戦したいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。お渡しに行こう、決め行こう。いやね、姉ちゃん、よチェケラッチョ、気づ、気づいた気づいた、何姉ちゃん気づいちゃった感じ。お、よ、これ実は、弟が急にパリピになってるドッキリ、ポンポンポン。いや姉ちゃんの企画がちょっとぬるいんじゃないかと思って、俺が激アツ企画ぶっかましたろ思って。いや、どういうこと？ドッキリでした。ひえ、これドッキリなの？え、いや、え、いいよ私そのままでも、ずっとそのテンションでも。いや、ちょっと、私、キャラチェンするんだと思って、あ、今後やっぱマンジをつけるからキャラチェンするんだと思ってさ、あ、そういうことねと思って察したんだけどさ。あ、そうなの？11月からそういうキャラ行くんじゃないの？あのね、びっくりした。何？姉ちゃんが乗ってくるとは思わなくてさ。だってさ、私がテンション高い時にそういうことやったらさ。それじゃあ最後は姉ちゃんもポンポンぶっかまして終わりましょうか。よせーの、ポンポンポン、ワットガキーゴー、ワットガチェケロッチョー。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。